井上出たか君、井上君、日本維新の会の井上です。それでは海事産業の基盤強化のための、海上運送法等の一部を改正する法律案について、質疑をさせていただきたいと思います。大臣、副大臣に質疑もさせていただきたいと思いますので、海事局長よろしくお願いいたします。本法案はですね、我が国海事産業全体の強化を図るための法案ということでありますが、造船業については我が国のさまざまな地域で経済や雇用を支える産業、基幹産業となっており、また国の安全保障ですね、やはりこの日本の状況下では国の安全保障を支える上でも非常に大事な産業であるというふうに思います。先ほど来各委員先生方からもありましたように、この造船業がですね、現在非常に厳しい、現状にあると、状況にあると言われています。で、国を挙げて自国造船業を支援する、韓国、また中国との熾烈な国際競争にさらされている中、またさらにですね、この今コロナウイルスの感染症の拡大の影響ということで、受注も減って手持ちの工事量も激減しているというような状況があると承知をしております。で、このような状況下で、日本の造船事業者も生き残りを図るべく事業再編等の動きというのを進めています。で、私の地元の大阪に本社のあった、佐野安造船も、本年ですね、3月同業の、新来島ドックの子会社になったりというようなことも起きています。そういう中で我が国造船業の現状及び今後国際競争力を強化していくにあたってどのような課題があると認識されているのか、大坪局長にお聞きしたいと思います。国土交通省大坪海事局長。我が国造船業は、先ほど述べられましたように裾野の広い産業で地域の経済と雇用を支えておりまして、また、我が国の海上警備や防衛にとっても極めて重要な役割を果たしています。我が国の世界の新造船建造量にシェアを見てみますと、2009年以降は 18% から 25% ぐらい、おおむね 20% 前後で推移しておりまして、世界では第3番目になりますが、一定の建造量は維持しておりまして、その品質や信頼性、省エネ性能は高く評価されているところです。一方、中国、韓国の造船業は政府支援を受けながら規模を拡大してきておりまして、供給能力を非常に増大させておりまして、戦果も低水準が続いているために、我が国造船業は受注に苦戦しており、受注しても赤字のケースがあるということが実態になっています。また直近ではコロナウイルスの影響によって、その受注のための商談がなかなかやりにくいといったこともありまして、通常2年分を有する手持ち工事量が約1年分になっているという状況にあります。我が国造船業が、世界屈指の競争力のある産業として成長していくためにですね、今でも優れた部分というのはあるんですが、それを伸ばしていくためには、コスト競争力を強化し、さらに一つ一つの事業所が生産性向上に取り組むだけではなくて、事業の再編、事業者連携による単納機複数席の発注に対応する能力の強化などの課題に取り組むことが必要です。佐野安と新来島ドックの件も、あれは佐野安の技術陣を有効に活用しようという新来島ドックの戦略があってのことと理解しております。このように限られたリソースを有効に使いながら世界と戦っていくための支援をしていきたいと思っております。井上君。はい、局長どうもありがとうございます。本当に今、しっかりと答弁いただいたと思うんです。ただ中にもあったように、現在は3位だと、世界第3位になっていると。我が国はかつては世界の半数以上の船舶を造船するなどですね、世界第1位の造船国としての地位を築いてきたと。で、その後韓国および中国の台頭によってですね、現在は日本とそして韓国、中国で約世界の9割の船舶を造船しているという現状で、三つどもえの熾烈な国際競争というのを繰り広げているというふうに思います。韓国および中国の造船業が有する国際競争力の背景には、政府による自国造船業に対する大規模な公的支援、これも先ほどからたびたび出てきてますけれども、あると言われています。で、韓国および中国では自国の造船業に対してですね、政府からどのような公的支援が具体的に行われているのできたのか、また韓国および中国に対してですね、
我が国の造船業の強み、弱みですね、まあ、これはもう何度も答えていると思いますけれども、改めてそれぞれどのような点にあるのかお答えいただきたいと思います。大坪海事局長。中間における公的支援ですが、韓国の場合は2015年頃から経営難に陥った特定の造船事業者に対して1兆円を超える巨額の公的資金が行われました。また信用力の低い造船事業者に対して公的な保証を付与することによって受注支援ということも行われています。これらの支援措置は市場を歪曲しており、我が国造船業に著しい損害を及ぼしているということで、日本政府は韓国政府を相手に世界貿易機関 WTO の紛争処理、紛争解決手続きに基づく申し立て、いわゆる提訴を行っています。さらに我が国は OECD の造船部会において公的支援措置の通報制度の強化や、これは公的支援に支えられていると疑わしい不公正な受注の洗い出しを図るというのが目的なんですが、価格動向のモニタリングを実施すると、こういった対策を OECD の場で検討、その検討を主導しています。中国については、大手国営造船事業者の会計報告に一部記載はあるのですが、その公的支援は国の秘密が含まれる補助金は非開示であるとされており、どのような政府支援が行われているかというのは、つまびらかにはなっておりません。韓国、中国に対する我が国造船業の強みと弱みですが、部品の我が国の場合は部品のほぼすべてを国内に調達できると。で、日本の舶用メーカーが非常に競争力が高いということで、建造する船舶の品質や環境性能の点では優れているというところが強みであると考えています。また一方で一事業所あたりの規模は小さく、建造能力に限りがあるので、大規模な発注への対応において差が生じる面もありまして、また価格面でも厳しい競争を強いられていると認識しております。井上君。はい、局長ありがとうございます。まあ、今言われるように、まあ、公的支援ですね、まあ、韓国の場合は1兆2000億でしたっけ、局長、ね。まあ、1兆2000億というのが、まあ、この造船業においてのどれぐらいという議論になってくると、まあ、微妙なものもあるんですけれども、まあ、ただ他国のですね、造船業というか、業界を圧迫するようなことになると、やはり国際、法上というか、国際的には、まあ、違反じゃないかということで、まあ、抗議もされていると。で、WTO にも提訴も、まあ、されているということであります。まあ、ただでも考えようによってはですね、韓国の業界からすれば、そこまで自国の国がバックアップしてくれるということは、業界としては非常に心強いんじゃないかなというふうには思うんですね。まあ、それが国際的に通用するかしないかというのはもちろん、一定の倫理観というのは大事かと思いますけれども、まあ、それぐらいのバックアップをしているという、まあ、構図はですね、まあ、日本の造船業からすれば日本の国がどれぐらいのことをですね、我々の業界に対してバックアップしてくれるのかなという意味では、まあ、少し不満を感じておられるところもあるのかなと。で、まあ、もちろん倫理観をしっかりと持ってですね、法を遵守して条約を守るということはもちろん、大事でありますけれども、そういった意味での、まあ、バックアップですねをしっかりとやはり日本もやっていくべきだと思います。で、中国の場合は今局長が答弁されたように、まあ、不透明なものもあるということであります。で、そういった強み、まあ、弱みも、まあ、それぞれ今おっしゃっていただきましたけれども、まあ、これからですね、本法案により造船業の生産性向上による事業基盤の強化というのを進めていくことは当然必要だと思いますが、技術力の観点で我が国が世界をリードしていくということも同時に必要ではないかと思います。先ほどでいう強みをですね、どんどんアピールしていくと。で、水素やアンモニアを燃料とするゼロエミッション船や自動運航船などが次世代の船舶として注目され、我が国の事業者も含めて世界中で開発競争が、まあ、行われているというふうに聞いています。で、ゼロエミッション船においては、まあ、昨年の3月ですね、にロードマップを作成して2028年までに、商業運航を目指すということになってますけれども、まあ、この我が国造船事業者がゼロエミッション船や自動運航船などの次世代の船舶をですね、世界に先駆けてやっぱりやっていくための開発実用化のバックアップというのを国土交通省はしないとダメだと思いますけれども、いかがでしょうか。大坪海事局長。水素アンモニアを燃料とするゼロエミッションについては、関係省庁との連携のもとグリーンイノベーション基金の活用を検討しつつ、
世界に先駆けて2028年までの商業運航を実現するためにエンジン燃料タンクや燃料供給システムにかかる技術開発実証を支援してまいります。また我が国の技術優位性を発揮するために IMO 国際開示機関における温室効果ガス排出削減ルールの策定を主導してまいります。また自動運航船、これは陸上からの監視操船や高度な AI により船員の判断をサポートする自動運航船という意味ですが、これについては2025年までに実用化することを目指し、要素技術開発への支援や実践を用いた実証事業を行い、また我が国の技術優位性が発揮できる環境整備に向けて IMO の国際ルール作りを主導してまいります。委員長、井上君。ちょっと時間もなくなってきたんで副大臣にお伺いをしたいんですけれども、やはり本法案海事産業全体の基盤強化ということであって、我が国においてのこれまでの海運業とですね、それから造船業が互いに好循環を生み出しながら、やはりそれぞれの競争力を高めてきたというふうに思いますけれども、この海運業の競争力強化を造船業の競争力強化と相まってですね、実現するために、今回の法改正による措置も含めて、国交省としてのですね、取り組みの方針について大西副大臣にお伺いしたいと思います。大西国土交通副大臣。四面を海に囲まれた我が国においてはですね、貿易量の 99.6% を担う外交海運は我が国経済や国民生活を支える基盤として極めて重要です。外交海運業は世界対日市場において厳しい競争が行われており、今後も我が国の安定的な国際海上輸送の確保を図るためには国際競争力の強化を図ることが必要です。これまでも我が国外交海運業の国際競争力の強化を図るため、トン数標準税制や特別償却制度等の活用を通じて安定的な船舶投資の実現を図ってきたところです。今回の法案では海運事業者等が生産性向上等に取り組む造船所において建造された高性能高品質な船舶を導入する場合に国土交通大臣が認定する仕組みを創設することとしております。この認定を受けた場合には支援措置として日本政策金融公庫を活用した長期低利融資や日本船籍船に関わる固定資産税の軽減措置の拡充等の措置を講じるところとしております。こうした取り組み等を通じ我が国の海運事業者の国際競争力のさらなる強化を図ってまいります。本法案により造船業の事業基盤強化とともに海運業の競争力強化を同時に推進することにより双方の好循環を創設し、我が国の海上輸送を支える両産業のさらなる成長発展を実現してまいります。井上君。副大臣ありがとうございます。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。時間がなくなったんで、今この業界の船員不足についても、局長にお伺いしようかなと思ってましたけれども、継続的な人材の確保というのをですね、最善の努力というのをしていただきたいというふうに、環境整備をしていただけたらぜひ要望しておきたいと思います。大臣、最後にこの法案を受けてですね、業界の発展のための決意をですね、意気込みをお聞かせいただけたらと思います。加藤国土交通大臣。我が国にとってもですね、海運業ですとか造船業は優位性もあるし大切だというのは改めて言うまでもないんですけど、世界を見渡してもですね、海上輸送は貿易量の8割以上でありますし、こうしたワールドワイドなところを日本の技術とか日本のリードでルールを決めるということは非常に我が国の国益にもしますし、特に CO2 の排出量の削減等々の省エネを誘導するということがこれは世界の益にもつながるというふうに、私はしっかりそういうふうに考えていきたいというふうに思っております。で、先ほどちょっと申し上げました神戸の造船業って本当に衰退してたんですけど、先日丸亀の今治造船現場行ってまだこんなに日本の製造業でも頑張ってる企業あるんだなと、ですごくやっぱり誇りもありますし、瀬戸内地域ではもう巨大な若者の一番の憧れの職場でもあるし誇りもある技術力もあると、こうしたことに対してやはり中国
韓国との、まあ、競争ですから、私はやっぱりフェアネスというか正義というのは大事なんで、その正義にのっとったルールにのっとった場でですね、しっかりと日本の企業が勝ち抜けるようにしっかりと応援というか支援もして推進もしていきたいと考えております。ありがとうございました。次に。